ゆるかかサオリがファブロゆるかワディハービームハービーム先生のサオリがイエーイワニファブロやったんかんたんがビーム先生まだやわらおワニみかんたんしっそんほうかต้องอะไรก็ได้ไหมครับภาษาอะไรภาษาไทยหรือภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นครับใช่ไหมครับจะพยายามค่ะโอเค let's จำได้ไหมครับคนญี่ปุ่นใช่ไหมครับ let's คนญี่ปุ่นของญี่ปุ่นคนไทยカウンターンスタート日本の好きなところは日本の嫌いなところは今の夏関西で好きなスポットは道頓堀ナンバ関西弁わかりますか例えば何わからへんわからへん関西の人と関東の人イメージ違いますか個人的にはイメージ特に次回がないかな、うん、関西の方が明るいとよく言われるんですけど私はよくわかりません日本料理一番好きなものは牛タンおお日本料理これはちょっと嫌いだなというもの日本料理っていうか甘いものが嫌い日本人のいいと思うところは気を使うところかなでは日本人のここはちょっと悪いかなと思うところはうーん曖昧なところ日本語を勉強する時のコツはありますか？よく使いましょう。眉毛を剃る日本人男子をどう思いますか？と思いますね。みんなやるの？そんな日本人男性は好きですか？性格あったら好きです。コップがコップが終わり。いやじゃあちょっと一つずつ聞きましょう。たつき君何か気になることありましたか？林先生がなんて答えたんやかなとか関西が明るい人が多いとかもねあ僕みたいな人間もいるんでその通りですよ辰樹君のようなお地蔵さんのような方も、ね、お地蔵さんっていう名前しか言わないんですよ曖昧なところって例えばどういうのがあるんですか例えばなんか直接言わないで考えさせるみたいな感じ、はい、言い方でこちゃんと言わないとわからないんじゃんみたいな感じタイ人は簡単に決めるんですよ日本人はなんか何回も相談しないといけないところがありますね時間がかかりますああなるほどいやでもそれはそうかもいいと思う部分もあるってことですね、うん、そのちゃんとしてるっていう意味では、うん、まあそうですねどこでもいいところはあるし悪いところもある、うん、タイもいいところある悪いところもあるからほどほど、はい、漫画がぐらいがいいですかねいやちょっとあの日本人に言うときます牛タン牛タンか日本料理って言えますかねいや言えると思います仙台あーまあまあそうですよね有名ですよねうまい牛タンだといつもご飯はお代わりします男と同じ量ちょっとタツキ君ないのなんかないかな私興味ないってことです見たビーム先生が舞妓さんになってるやつとか生配信もされてましたよねそのおおあ見たえじゃあどんなことを喋ってましたどんなことか日本料理嫌いなもの何って言いましたっけ甘いものあ日本のだけじゃなくて芋とか芋かぼちゃ栗そっち系が飲み込めないじゃあスイートポテトとか好きじゃないんですかめっちゃ好きやわ、スイートポテト。スイートポテト美味しいかな、確かに。俺らのスイートポテト美味しいね。誰が聞きたいんですけど。そうです。で、一番この僕、タイの方に言われるのが、ユキさんって眉毛剃ってますかってやつ。タイの人は剃らないんです。剃らないです。全員ほとんど。ほとんど剃らないです。芸能人だから剃ると思いますが。普通の人剃るって見たことないです。でもその例えば芸能人の方ってかっこいい方とか多いじゃないですか。そしたらその真似したいと思わないんですか、タイの方たちは。なんか剃る習慣がないからみんなやらないですかね。ちょっと剃ったりしたら言われるんですか。うわ、
うーお前言われるかもしれない前に沿ってるやんみたいな日本人になりたいのとかって言われるかもしれない。日本人の男のイメージ、そのなんか眉毛がすごい細い、細い、ジャニーズみたいな、そういうなんかそういう日本人の顔のイメージみたいな。昔はですね、今は分かんないですけど、僕はここのこの下のとこだけ、ああまあ下でこことかだけ、うん、あの上毛みたいなね、ちょっとそれ自分でやる、はい自分、はい、え、気持ち悪いですか。いやいやいや、なんか日本人になりたいのと思いました。違う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 、え、自分でもできるかなと思って。できますよ、できます。もちろん全員じゃないですけど、40度もそらへん。え、でも例えばひげは剃りますよね、うん、で、じゃあそのこの辺にじゃあひげが生えてます、うん、毛の濃い人でこの辺までこうひげこう剃ってて、あー、ダメダメ、ここからは眉毛だからっていう、その眉毛はってことで剃っていってて、でも、いやダメだ、俺は対比だ、俺は体重だから、あーダメ、眉毛は剃っちゃダメってなるんですか。いやー、体重を剃ったらダメのじゃなくて、みんな剃らないから、あみんな剃らないから剃らないですね。大丈夫、どうじゃい、今回マイペンライマイアイマイアイが眼球、眼球、眼球、ドワイガンなんか私でも私剃ってないですよ。え、あ、本当ですか、うん、あー女の子もあんまり剃らないんですか。剃ります、私剃らない。あ、それはピンは、それはそう、眉毛が綺麗ですから日本人男性好きですか。何人でもいいんですよ。何人とか何歳だとか、うん、そんなことじゃなくて、はい、大切なのは心です。こんな未来を夢見てた